すいません、ごちそうさまでした。よし、懐かしい感じのうどん屋さんでございました。平成元年にうどんを始めて、その前には普通のレストランとして営業してたそうです。で、まあ本当に県北ならではの感じで、野菜がねボリュームはあって、ネギもね
あの地元で採れたネギを使ってるような、ね、感じでございます。本当にあのこの落合インターからもうすぐの場所にあります。ぜひ皆さん行ってみてください。セルフうどん屋さんでございました。ね、もちろんあの言いたいこといっぱいありますけど、もちろんあの手打ちなんでおすすめです。ありがとうございます。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。